この間、ニュースピックスのアップデー e で NFT でどう稼ぐかっていう番組に出ました。これ、それでこの King of Comment というアワードをもらいました。どうもありがとうございます。というわけで、こんにちは、伊藤浄一です。今日は NFT についての Web3 とはのビデオです。NFT は Non-Fungible Token という意味です。Non-Fungible というのは、例えば1000円札だったら、この2つあったら交換できるけれども、 そのすごく似ているけれどもあのサインが違うとか絵が違うということであの入れ替えられないとただトークンとかと同じで自分が持っているものを誰かにあげると自分のはなくなるっていうのがブロックチェーンで保証されているのであの1人が1つを所有するっていうものが NFT のノンファンジャブルででトークンっていうのはまあ暗号通貨みたいにブロックチェーンに書き込まれているものが n ンファンジ b l e トークンっていう意味です。 もともとの暗号通貨っていうのはビットコインとかエティリアムというのは、まあ、持ってる数は重要だったけどどれを持ってるかっていうのは関係なかったんですよね。で NFT っていうのはそれの技術をベースにどれを持ってるかが意味があるで一個ずつが違うっていうのがトークンからノンファンジ b l e トークン NFT のまあ進化みたいなもんですよね。 まあ、NFT っていうのはトークンの延長でブロックチェーンに書き込まれているあの情報なんだけれどもトークンよりももっと複雑なあのスマートコントラクトといって,って一つの契約書みたいなものがあのブロックチェーンに書き込まれていてそれが一個ずつ違うとで。すごくシンプルな契約書はこの,あの絵はこの人が使用しているっていう契約書がすごくシンプルな契約書で,でそれが今みんなが考えているイメージと誰か使用権を あわせたものがブロックチェーンに書き込まれているのがすごくシンプルなんだけれどもそこのプログラムにいろんなものも書き込まれているんですよねだから例えば僕らの,あのポッドキャストでお便りを送ってくれて使った人にはメンバーシップ NFT っていうのを渡してでそのメンバーシップ NFT にはその人の名前だとかいろんな情報が入っていてでポッドキャストの,の最後の方にクイズがあってクイズの答えを 僕らのサイトに入れるとそのメンバーシップ NFT にポイントも保されていてでそのメンバーシップ NFT 持っているとろんなことができるっていうのでだから NFT の中には本当にもうゲームまで組み込むことができるのでだから本当に今はなんとなくアートのキャンバスとして使ってないけれどもこの NFT 自体がいろんな進化をしていて NFT 自体がアートになってくるっていうことも可能だと思います。で NFT は n f ファンジ b l e だし あの持ってる人は1個しか持てないので,で NFT の契約には、まあ、リアルワールドのものを指すっていうこともあるんだよねだから例えば僕があの投資した会社ではあのワイン1本について NFT が1個つながってるとでその NFT 持ってる人はワインが飲める飲むと NFT が消えるっていうような物理的世界とリンクする例えばゴルフ会員権とかっていうのもあるので、まあ、それはすごく分かりやすい価値で。 でそこにアートだとか一点物の,のアートがついてるのっていうのは今までのリアルワールドのアートと同じでこれは誰が持っていてそれ1個しかなくてそれもう二度とできないっていう保証があればアートのコレクションと同じような感じで価値が上がっていくっていうのはあるんでデジタルのものがリアルじゃないじゃないかっていうふうに思う人から言うとでも皆さんの銀行に入ってるお金ってリアルですかとそんなことないでしょ。あるデーータベースに 数字が入っているだけでそれで自分が銀行口座の数字が上がるとドキドキするのと同じでやっぱりデジタルのものっていうのはまあお金と同じぐらいリアルのものでもあるっていう考え方が一つあると思いますよね。この NFT この絵がこの人が使用しているっていう保証はできるんだけどもそもそもこのひっついている絵,絵そのものがどこから来たかっていうのは NFT だけでは分からないんですよね。だから、ボアデープっていうプロジェクトがあって、彼らが1万点の猿の絵を出して、でそれが NFT 化してみんな買ったり売ったりできるんだけども、あの偽物のボアデープが出た時にどうやって本物かどうか分かるかっていうと、NFT をクリックするとコントラクトの ID だとか、そのマーケットでのアカウントとか見れて、でそれがちゃんとボアデープの元々のウェブサイトと繋がってるかっていうのは、 まあクリックしたら確認できるんだけども偽物だとたどると URL がちょっと違うとか実はフォロワーがほとんどいないあのあのアカウントにリンクしてるとかっていうのでまあ偽物かっていうのはわかるんだけどもただ最近の詐欺だと Twitter の, Tw の Verified アカウントでフォロワーがたくさんいるアカウントを買い取って プロファイルを変えてで、偽物のインフォを入れて、だから、Verified アカウントだったら本物じゃないかなっていうイメージをみんな持つんだけども、必ずしも Verified アカウントが本物のボールレイプかどうかっていう認証にはならないので、だからやっぱりホームページを見るとか、あのリンクしてる人たちを見るとかっていうので、まあ、本物の出どころかどうかっていう確認が必要なので、で多分そういうのをもう少しわかりやすく あのチェックできるようなツールっていうのもこれから開発されていくと思うんだけども NFT へ持っているっていうのは本物だっていうことは分かるけれども出どころがどこかっていうのは NFT かどうかだけでは分からないのでちゃんとチェックする必要はあると思います。まず NFT 買うときには、まあ、間違ってすっちゃっても大丈夫のぐらいのお金で最初は学ぶっていうことが重要。あの結構 間違って NFT 買ううう可能性というのはあると思うんですよねで特に有名なプロジェクトだと偽物って結構出ていてで一番確実なのはディスコードっていうチャットのシステムに入っていってディスコー d のチャンネルの中にちゃんとたくさんの人がちゃんと話にあってコミュニティがあるっていう確認をしてで大体ディスコー d チャンネルの中にリンクスっていうあのチャンネルがあってそこで正式なリンクが全部あってそこでオープン e ーのマーケットだとか ミントトするサイトに行くっていうのはあの一番確実だからディスコードからリンあのオフィシャルリンクでリンクされているところが一番確実であの結構 Google で検索しても偽物が上に出てきたりすることもあるし OpenSea で検索しても偽物が出てくることもあるので,で彼らは OpenSea は一生懸命偽物を防止しようとしてるけれどもどんどん偽物が出てくるので OpenSea とか Google とか Twitter だけであの OK だと思っちゃダメで。 で Twitter でいろんな人たちフォローしてると誰もフォローしてないアカウントがあのなんかリンクを貼ってるとこれは結構怪しいと思うんでそれも気をつけた方がいいあとはあんまりあの話が良すぎるはいただでみんな NFT 配ってますよみたいなところも危ないのでそれも気をつけた方がいいのでだからメ、まあ、ールボックスのスパムを読んでてあんまりにもちょっと怪しいもの URL がおかしいとかあんまりにも話が良すぎるの をやっぱり心配にならなきゃいけないのと同じで NFT の世界はそんな感じ自分がそこまでやりたくないんだったら NFT をやよく理解している人に教えてもらうとかよく理解している人たちのチャットの中であのリンクをもらうっていうのがあのもう一つのやり方かなと思います日本でも最近 NFT アーティストが結構たくさん出てきていて最近話題になっているのは草野恵美さんの「Galverse」これはすごく面白いし前彼女が 前からやってるあのゾンビーズーキープも僕大好きなんだけれどもあとはあのかわいいスカウさんだとか、まあ、著名人でいうとあの、まあ、村上フラワーのプロジェクトとかもすごく面白いと思いますけれども特に最近僕気に入ってるのは山古志村の錦鯉の NFT で,でその NFT を手に入れるとイーソンミンになってあの山古志に行ったらあのただいまっていうらしいです。今だと NFT ってなんかアートとかゲームのアイテムっていうイメージがあるけれども NFT っていうのはスマートコントラクトなので多分自分の運転免許証だとか自分の図書館のカードだとかあのいろんな日常的な生活の中の今書類とか犯行とか使わなきゃいけないものが NFT 化されていてで自分のパーティー券だとかあの例えばあの飲み会をする時にあのみんな払ったかどうかとかこういうのも全部 NFT になっちゃうんじゃないか そしてまあ、アクセスコントロール、例えばコンサートのチケットだとか、映画のチケットとか。こういうのも、もうすでにだんだん nft 化されてきてるけれどもまあ、こういうのはだんだん紙から nft に変わっていくと思います。チケットが nft になるとまあ、こういう。例えば友達には渡していいけども、知らない人に売れないとかで、その nft がどこに渡ってどういう人たちがどういう感じで配ってるかっていうので、あのまあ、犯罪防止にも使えるし。 まあ、転売をブロックするのにも使えるしあとはあのビジネスインテリジェンスであのお客さんがどういうあの行動パターンかっていうのもあの見ることもできるので、まあ、いろんな意味で今の紙よりも便利だしで電子チケットトよりもいいいいろろコントロールしやすすくなななるんじゃないかなと思いますあとは NFT チケットだと自分のお財布に保有して今まで行ったコンサートのログになったりそういうのも NFT のチケットの特徴だと思います皆さんいかがでしたか いつものように NFT について質問や気になっていることがあったらコメントに書き込んでください。でできる限り答えたいいと思います。それでは、